皆さんこんにちは、ダムタムチャンネルです。先輩お久しぶりです。久しぶり2ぶりぐらいですかね。2ヶ月ぶりぐらい、2ヶ月ぶりかなですね。今回は元弓道部先輩たち、宮城のダム行ってきた。運転手です。どうしましたっけ。もうこの感じは前にもね、あの福島市のダムですよね、一緒に行きました。先輩なのに運転手されてます。すいません。やっぱね、先輩の車でね行きたいんですよね。いや運転していいの。え、いや運転は怖いんですけど、オープンカーで行きたいですよね。まあまあまあ、ね、そうできないけどね。しかも今雨降ってきた。なんか雨降ってきましたよ。しちゃったからできないけど、しかも荷物入ってるからね、トラックに。ああ、なるほど。無理っすね。うん、無理だよ。まあでもこれでもできないよ。これ持ちますね。それでは行ってみよう。あっ！でちょっと休憩中なんですけど、小腹がね空いたので、じゃん、これ何でしたっけ。牛タンフランク。牛タンフランクと肉巻き棒を買ってきました。めっちゃ美味しそうですね。美味しそうだね。これを食べて宮城の方に向かいたいと思います。はい、今近くまで来ましたけど、結構渋滞してますよね。運転の方も乗り終わってしまって入れるかどうかわからないんですよ。いや行きましょう。行ってきます。はい、渋滞です。では前に行きます。すごいもんね、この渋滞。もうこれはかけるしかないですよね。進んでるんだよね。そうなんですよね。行ける？え、切るほど行かなかった。駐車場に着きました。では、これから行っていきたいなと思います。置いて帰ります。はい、皆さん、もう少しでアルダムが見えます。あ、見えました。それでは行きたいと思います。先ほどはね、あの家の方で走とか用意してましたけど、今回はちょっと旅行きました。多分家より下の方が人いますよね。先輩どうですか。え？ちょっと持ってるし、めっちゃ曇ってるし、持ってて見えないね。あれか。皆さんにあの声とかね、なんか入ってたらコメントで教えていただけると。嬉しいです。夜も一人で行ったら怖いですから、普通に。いや、今いるからいいですけど。見てください、この人の数ですよ。いや、でも嬉しいですよね。先輩、鳴子ダムって日本で初めて、その日本人だけで作られたアーチダムなんですよ。で、鳴子ダムは主に3つですね。洪水調節と灌漑要素、そして発電。鳴子ダムの形式がアーチ式コンクリートダム、傾向が 94.5 メートルとなっていますね。
で今回は別ビュープラスバルブ購入もしているということです。あ、こちらですね。こちらにあるのが日本初のトンネル式常用洪水幕ですね。でかい、すごいでかい。あとこれダでしょ、これダーダーってことはムーン今更って言わないでくださいよ。もうちょっとしたら行き止まりかな。これね、行き結構渋滞だったんで、これもしかしたら帰りも渋滞な可能性もありますね。ここで行き止まりかな。こんな感じですね。で、おお、すごい。ここからの角度もいいですね。運転してくれた先輩には感謝ですね。ありがとうございます。はい。皆さんいかがだったでしょうか。先輩どうでした？今回。それなりに良かったよ。それなりに良かった。この動画がね、好評だったらまた先輩とダムデートしてみたいと思います。それでは以上、ダム旅チャンネルでした。次のダムでお会いしましょう。またね。